まあ近所のお寺さんに座禅の会っていうのがあったんで座禅に行ったんですよ。面白そうと思って朝7時からまあ座ってあぐら組んでふっと瞑想に浸るんですけど、そしたらね今っていう限りなく一点に近いものが常に動いてる。それをみんなで共有してる。その今っていうのは音を立てて動いてるなって思ったんですよ。今っていうのは音を立てて動いてる。音が聞こえてくるんですよ、今っていう音が。ああこれをこの座禅を考えた人も聞いたんだ。座禅が終わったらお経を唱えるわけです。そのお経の中にそのお経を唱えてる最中に鐘を鳴らすんです。ガーン、いや座禅を組んでる最中でも音を鳴らしてカーンって、ああ今っていう音に鐘の音を重ねてる。お経の中で念筆観音力、観音力、観音、音って書いてある。お辞儀しながらカーン、カーンってやるんですよ。今っていう音を聞いてその音に鐘の音を共振させて、鐘の音に自分たちの念を乗せて方々に届かせたいと思ったんじゃないかなと。それで念筆観音力、観音、鐘の音を鳴らすっていうことを発明したんじゃない。それハマっちゃって、うわすげーと思ってハマっちゃって、もう何回も何回も言ってたんですよ座禅を。何年、1年間ぐらい言ってたか。で1年ぐらいした時に、朝の7時にの会にいつも行ってたんですけど、夕方の、何時だったっけかな、7時だ、夕方の7時か、の会に、あ夕方もやってんだと思って夕方行ったら別のお経を唱えてたんですよ。あ夕方違うんだと思って聞いてたら、すごい長いんですけど最後の方にもうこの世界の神秘っていうものを見つけた人は簡単に入ってくるなってお経で言われたんですよ。あ来ちゃいけないんだってねでもその後に勉強のためならいいけどねって書いてありました。お経にかで言われました。それからもう行ってないですね、数年に一度にしようかなって思ってます。探してみると結構いるんですよ。この世界の神秘っていうものを見ちゃってもう体が自分の体ではなくなっちゃったみたいな人、僕より僕のことを知ってる、それを認めちゃって自分の体じゃなくなっちゃう。そうしたら自分を通して始まるほかないっていうねものをね、見つけるともうワクワクします。願い星一番、今には鐘の音、願いを乗せて届けます、わーわーギャーギャー。しっくりね鉛筆で書いてろうそくでねちょっと垂らしましたね、ろうそくを。最後のわーわーギャーギャーっていうのがね、なんだっけ、ナハーラーギャーテーとか言うでしょ。それがねわーわーギャーギャーに聞こえたんだよねそんだけです。はい、どうもありがとうございました。